ウジソンことウジソン・ホドリゲス・ドス・サントスは、ブラジルのサッカー選手。ポジションは MF、または DF。サントス FC の下部組織に2006年に加入。2007年5月13日のカンピオの後、ブラジレーロ・セリエ A では、主力をコパリベルタ・ドーレス2007に温存しておくために、後半からビニシウスに変えて、途中出場し、プロ初出場。その後は出番に乏しく、 サンタクルス FC やイトアーノ FC への期限付き移籍をした。2010年にレッドブルブラジルに完全移籍で加入するとコメルシアウジリベーロンプレトに移籍。2012年5月18日にオエステ FC に加入。オエステではレギュラーとしてカンピオナーとブラジレーロセリエ C 制覇に貢献した。2013年5月23日にカンピオナーと ブラジレーロセリエ C のブラジリエンセ FC に加入。12月19日にカンピオナートッパウリスタ終了まで、ボタフォゴ SP へ期限付き移籍した。ボタフォゴ SP での活躍が目に留まり、2014年4月8日に年末までの契約でサンパウロ FC に加入。同月末に初出場。10月17日には2017年12月まで契約を延長した。 2016年12月6日に2シーズンの契約を更新。2016年12月22日にネーウトンとの交換で1年のレンタル遺跡を経験した。クルゼーロでは7月9日に SE、パルメーラスからカンピオナートブラジレロ、セリエ A 初得点を挙げた。ありがとうございます。